ホイッスプライムです。じゃあ前回ね、すいませんでした。怖い話じゃなかったですね。怖い話もちゃんとあるのでちょっとやっていこうと思います。はい、続けます。本当に面白いんですから、このゲームは。怖い話もあるし、これね、面白い話もね、あります。ちょっとまあ何でもいいんだけど、まあ、この順番はね、メモしてるので大丈夫なんですけど、進藤さん行こうか。すごいサッカー部感、はたまた野球部感が出てる。俺が2話目か。よし、それじゃあ話すとするか。俺の名前は進藤誠、よろしくな。ところで、お前は飴玉ばあさんの話を知ってるか。飴玉ばあさんってのは昔よく生徒通用門の前で立ってたおばあさんのことでな。5、6年前まではいたらしいぜ。結構有名だったんだってよ。俺も先輩から聞いた話だからな。実際に見たわけじゃない。先生とかはまだみんな知ってるんじゃないか。その飴玉ばあさんってのはよ、まるでほうきにまたがった魔法使いのようないでたちだったんだ。真っ赤なフード付きのローブを夏でも冬でもかぶっててな。大きなわし鼻には豆のように巨大なイボがついてるんだ。顎は三日月のようにとんがってて、顔中シワだらけ。笑うと歯がほとんどない口に異常に長くて赤い舌が見え隠れするそうだ。片手にはゴツゴツした木の杖をついていて、もう片手には大きなバスケットを下げているな。童話に出てくる魔法使いのばあさんのようだろう。確かに。けどな、そのばあさん見かけは怖いけれど優しいんだと。門の前に立ってて気に入った子や寂しそうな一人ぼっちの子を見つけると近寄ってくるんだ。そして骸骨のような皮と骨だけの手に下げたボロボロの薄汚れたバスケットいっぱいに詰まった飴玉を一つあげるんだよ。それで飴玉ばあさんというあだ名がついたんだな。その飴がめちゃくちゃうまいんだってよ。ゴルフボールほどの大きさって結構でかくない？頬張ったら口いっぱいに広がる大きな飴玉なんだけど、そのうまいことと言ったら、口中とろけてしまうというか、時間を忘れてしまうというか、甘すぎもせず、かといって物足りなくもない。へえ、飴玉ってあんま食べなくなったな。なんかたまにこう買うんだけどさ、なんか大量に入ってるじゃん、飴玉って。なんかその袋に入ってるやつって。だからなんか一個二個舐めると飽きちゃうんだよね。で気づいたらなんか溶けちゃってて、もういいやみたいな、なっちゃうんですよね。適度に調和されたうまさのハーモニー。考えただけでよだれが出てきそうだな。いや、俺も食ったわけじゃないんだけどな。あくまで噂なんだけど、うまそうだろ。お前も食ってみたいと思うか。でも食べてみたいよね、そんな美味しいんなら。そうだろそうだろ、その気持ちすごくわかるぜ。俺は甘いもんが好きってほどじゃないが、うまいもんは大好きだ。商品名も何も書いていない、ヨレヨレのビニールに包まれた飴だから、初めは嫌がるやつの方が多かった。せっかくもらっても捨てられちまうやつがほとんどだった。捨てちまうやつがほとんどだったか。だってそりゃそうだよな。気味の悪いばあさんに訳のわからない飴をもらうんだ。材料だって何を使っているのかわからないし、もしかしたら毒かもしれない。普通捨てるよな。それでも物好きがいるもんでな、食べたやつがいるわけよ。もっとも噂じゃ、あの飴を初めて食べたやつはものすごいいじめられっ子で、ずっと自殺を考えていたんだってよ。それで毒でもいいと思って死ぬ気でその飴を食べたんだと。そこまでのやっぱね、覚悟がないとなかなか、やっぱ知らない人からもらったものは食べづらいっていうね。そしたらどうだ、その飴のうまいことうまいこと、まるでこの世のものとは思えぬうまさ、この世にこんなうまいものがあったのかってなもんだ。それで生きる勇気が湧いてきたってわけよ。それからはいじめられても抵抗するようになり、その上見違えるほど明るいやつになっちまったんだ。それで高校を卒業すると調理学校に入り、今じゃフランスにある三つ星レストランのシェフになったそうだ。例
たった一粒の飴が人間の人生を変えちまったんだよ。ま、あくまで噂だけどな、噂。それでもすごい話だろう。どうだ、お前飴玉ばあさんに会ってみたくなったろう。会いたいよ。そうかそうか、わかるぞその気持ち。それでな、その飴玉ばあさんなんだけどな、なぜか一度飴をあげた人間の前には姿を見せないんだってよ。へえ。さっきのやつの話、あのフランスでシェフやってるやつ、あいつもね、あの飴の味が忘れられなくて飴玉ばあさんを探したんだよ。通用門の前で待っていれば会えるかと思って待っていたんだけど、いつまで経っても現れないんだよな。そのくせそいつがいなくなると、どこからともなく現れて他のやつに飴をあげるんだって。不思議だろ。そいつずいぶんとあちこちを探したらしいけれど、結局見つからなかったのさ。今通用門のところにいたって噂を聞いて急いで駆けつけてもいなくなってるんだ。まるでそいつから逃げるようにしてさ。それでそいつは諦めて自分でなんとかあの飴を再現しようとして調理学校に入ったんだってよ。すごいじゃん。すごい執念だよな。でも結局それに挫折して普通の調理人になったんだってよ。まあ飴作ったところでね、そんな飴って爆発的には売れないんじゃないの。でもそれで正解だよな。フランスでシェフだもんな。すごいよ、まったく。それからは飴玉ばあさんはちょっとした時の人さ。飴玉ばあさんを待って通用門はいつも人だかりができていた。どっかの芸能人を追っかけるようなもんだな。まるでファンクラブでもできそうな勢いだった。みんな飴玉ばあさんの飴を舐めたいためだけだった。たかが飴って言ってしまえばそれまでだけどな。それでもよ、なぜかたくさん人がいるときは現れないんだよな。みんなもう飴玉ばあさんは現れないんだと思って集まらなくなると、どこからともなく現れるんだよ。それで寂しそうなやつに飴をあげる。その噂を聞いてまた人が集まる。けど現れない。それで人がいなくなると、その繰り返しさ。なるほどね。でもな、みんながその飴を欲しがった理由はただうまいだけじゃなかったんだ。もちろんそんなにうまい飴を舐めてみたいと思う単純なやつもいただろうけど、みんなの狙いは飴を舐めた後のその後の人生なんだよ。その飴を舐めたやつはなぜか急に明るくなるんだよな。フランスでシェフになったあいつみたいに妙に自信が湧いてくるというか、何をやっても成功しまうんだ。勉強の苦手だったやつはいきなり成績が上がり、運動神経のなかったやつは突然スポーツマンに変身してしまう。そしてバラ色の学園生活が待ってるってわけさ。それめっちゃいいな。夢のような話だろ。そうだね。飴玉ばあさんは本物の魔法使いで弱い者の味方なんだって噂がまことしやかにささやかれるようにまでなったのさ。確かにそれなら会いたいね。その噂信じるやつも多かったらしいぜ。飴玉ばあさんの飴すごく舐めたいよな。舐めたいよ。すごい営業にかけられてる気持ちだな今。舐めたい。俺もそう思う。これさあ、その飴が今ここにありますって言って出してきたら俺買っちゃうもん多分。いくらぐらいなら出すかな。1万円はさすがに出さないか。1000円ぐらいなら払っちゃう気がするな。お前は正直なやつだな。そんな魔法のような飴があったら舐めたくないってやつは嘘つきだよな。それでさ、佐久間昇ってやつがいたんだよ。付き合いベタっていうかわがままなやつでさ、自分の思い通りにならないと気が済まないやつ、自分中心に地球が回ってると思ってるやつだよ。大したやつじゃないんだけどな、嫌なやつだよな。ま、もっとも俺も会ったわけじゃないから噂にしか過ぎないんだけどね。はあ。それでそいつは表面上は興味なさそうな顔してたわけ。あ、飴玉ばあさんのことね。笑い方腹立つな。お前らバカじゃん。何飴玉一つで騒いでんの。ガキだね、まったく。なんてことを言ってたわけ。そりゃ内心はめちゃくちゃ欲しかったんだよ、その魔法の飴玉が。それがみんなに分かってるもんだから、みんなには分かってるもんだから誰も佐久間を相手にしなかった。
俺だってこんな天の弱なやつ付き合いたくないもんな。それで佐久間はいつも学校のそばで飴玉ばあさんを待ってたんだってさ。可愛いか。誰にも見つからないようにして。そりゃ辛抱たまらなかったろうよ。雨の日も風の日も、それこそ雪の日も電柱の物陰に隠れて待ってたんだって。けなげだなぁ。なんか憎めないよね、そういうなんかちょっと抜けてるやつね。テレビでやってる張り込み中の刑事みたいにさ。そいつそれだけの根性があったんなら刑事になればよかったんだよな。佐久間は待ってた。必死に待ち続けた。それほど飴玉が欲しかったわけだ。今日もダメか。陽も完全に落ちしまって、もう学校から、太陽だよね多分ね、学校から帰る生徒もいなくなった。佐久間はまた明日に望みを託し、家に帰ることにしたんだ。お前さん一人かい？おじいちゃんになっちゃったな。帰ろうとしたら突然、後ろから声をかけられたんだ。振り向くと、そこに赤いフードを目深にかぶったおばあさんが立っているじゃないか。飴玉ばあさんだ。さっきまで誰もいなかったのに煙のように現れたんだ。あ、飴玉ばあさん。佐久間は思わず叫んじまった。ばあさんはガラスで爪を引っかいたような嫌な声で笑ったのさ。どんな音だよ。あ、なるほどね。ひひひひ、いかにも。お前さん私のことを待ってたんじゃろ。佐久間はなんて答えたと思う？いや、こういう、この性格だと別に待ってないって言うよ。でも、言ったら消えちゃうかな。でも、俺は佐久間の気持ちになりきった時だと多分一旦待ってないっていう、ね。恥ずかしいから。別に、俺はただフラッとしてきただけさ。天の弱の佐久間のことだ。あんなに待ち焦がれた飴玉ばあさんについに会えたっていうのに強がりを言っちまったのさ。それでもばあさんはすべて見通しているかのように笑ったんだ。そうかい、そういう子が私は好きなんじゃよ。ひねくれちまってよっぽど嫌な人生を送ってきたんじゃの。そんなことを言われて佐久間がムッとしないわけがない。うるせえな、お前なんか待っちゃいねえよ。どんな声で喋ってたか分かんなくなっちゃった。さっさと消えちまえよ。心では思っていないことがついつい口から出てしまう。言った後にしまったと思うんだけど、後の祭りさ。それで失敗ばかりしてるんだ。佐久間にそんなことまで言われてもばあさんは笑うばかりだった。そんなに冷たくしないでおくれよ。私はお前さんの前に一度しか現れないんだよ。長い人生の中でたった一度きりだよ。それを自分から放棄するなんてもったいないと思わないかい？ばあさんには分かっていたのさ。佐久間がばあさんを必要としていたことがな。それで佐久間はどうしたと思う？会いたかったと伝える。会いたかったって言うとなんかあれだけどね。まあ、会いたかったってここは言うんじゃね、やっぱ。ずっと待ってたんだから。ふわふわふわ、正直でよろしい。私は素直な子が好きじゃからの。そうやってニヤニヤ笑ったんだよ。ばあさんってよく見ると噂以上に汚ねえんだよな。目やにが溜まっててさ、歯には歯垢がびっしりとこびりついていて歯垢がびっしりこびりついてんの見えるかな。焦点の合わない目で見られると思わずゾーッとするんだ。だんだん我慢できなくなってきて思わず、何でもいいから早く飴玉をくれよ。そのために俺の前に現れたんだろう。って言っちまったんだよな。せっかちな子じゃの。じゃあ飴玉をあげようかね。でもの。言い終わらないうちに佐久間は飴玉を奪うようにして走って逃げたのさ。もう素直じゃないんだから。せっかく注意してやろうと思ったのにの。まあ、自分で身をもって体験するとえ。佐久間は飛ぶように家に帰ると自分の部屋に鍵をかけた。なんかあれだね、今のなんか注意事項がある感じだね。
ドキドキした心臓を落ち着かせるように深呼吸をして、飴を包みから取り出すと一気に口に入れた。うまい。たまんねえよ。この味。しばらく舐め、いつもの癖でカリッと噛み砕いて全部食べてしまったんだ。ほん、実はさ、ばあさんがあの時言おうとしたのは、この飴を最後まで噛み砕かずに舐めることだったんだ。もし噛み砕こうものなら、その人は味覚がおかしくなり、何を食べても一生その飴玉の味しかしなくなるということなんだ。辛抱するということを知らない佐久間にはちょっと無理だったと思うよ。たとえばあさんにそのことを教えてもらっていてもな。ちょっと我慢すれば一生幸せに暮らせたかもしれないのにさ。それからぱったりと飴玉ばあさんを見なくなったんだ。また次の学校へ行ってしまったのかもしれない。佐久間というと、美味しいもの、新鮮なもの、まずいもの、腐ってるもの、何を食べてもあの飴玉の味がして、とうとう気が変になってしまったよ。だっていくら飴玉がうまいって言っても、みんなその味じゃいくらなんでもな。そうだね、しょっぱいもん。ああ、やめてー。ついには自分の舌をカッターで切っちまったんだってさ。俺ダメなんだ、こういうグロいの。そして以前飴玉をもらったことがあるやつをトイレに呼び出したんだ。お願いだよ、舌を交換してくれよ。もう飴玉ばあさん、飴玉は散々だよ。そう言うなり、そいつの肩をつかみ出しカッターでスパッと切っちまったんだぜ。もうやだ、舌が汚い、そして黄色い。佐久間はポケットから自分の腐ってうじの開いたそれを取り出し、切った舌先に縫い付けてしまったんだ。無理だろ、キヨだな、赤い木綿糸で。もちろん切り取った彼の舌も自分の腐りかけた舌先に縫い付けたさ。そんな簡単じゃないぞ、縫い付けるのって。しかも痛くて暴れ回ってる状態だよ。そして鏡に向かって舌を出し言ったんだ。これでもうあの飴玉の味を味わわなくていいんだ。佐久間は生温かく生臭い液体でヌルヌルする舌をペロペロ、ペロペロ出しながら廊下を走っていった。もうやべえやつだな。廊下の向こうから彼が失踪してくる姿を見てしまった生徒はその場で腰を抜かして動けなくなってしまったんだ。そうだよね、失踪しながらペロペロしながら血を多分垂らしながら来たんだろうね。すれ違いざま佐久間に顔をひと舐めされ、うわやば。生徒はその後どうなったか覚えてなくてさ、気がついたら保健室のベッドに寝かされていたそうだ。何か様子が変だ。その生徒はベッドからゆっくり身を起こすと水を飲みに立ち上がったんだ。水道の蛇口をひねりコップで水を飲もうとした瞬間、思わずコップを落としてしまった。何？目の前の鏡に映った口の中には自分のものじゃない舌が赤い糸で縫い付けられていたんだ。そしてその後ろで佐久間が赤い舌をペロペロ出して笑っていたんだそうだ。怖っ。そうそう、学校で飴を舐めてると佐久間に舌をすげ替えられてしまうらしいぜ。そんなに飴が舐めてえかって言いながらさ、もし佐久間にこう言われてしまったらどうするか。その時舐めている飴を思いっきり噛み砕くんだ。もしそうしなかったらお前も舌を切られちまうぜ。俺の話は終わりだ。次のやつに話してもらおうぜ。あー怖よかった、怖い話で。怖いけどちょっとグロかった。ちょっとね、その舌をさ切ってとかさ、こうグロいの苦手なんですよね僕ね。いやでも楽しかったなこの話は。ありがとうございます。じゃあ次回、またお会いしましょう。飴玉ね、皆さんもお気をつけください。じゃあプライムでした。さよなら。